同席をいただいた下パネラーの方の名前等と、記憶を見せますと確かに出席をしていたということで、党の方に改めて着実通知の方を書かせていただいた。木原氏は2016年に旧統一教会の関連団体が主催する日本とアジアの平和と安全を守る東京都フォーラムに参加していたことを明らかにしました。この件について外部からの指摘を受け、フォーラムに参加していたことが判明したため、自民党へ12日に追加報告を行ったということです。木原氏は、報告に漏れがあった。党の方針に従って厳正に対応したいと話しています。